十字灰は、江戸時代中期の難画家、受学者で、書や天国もよくした。十巻として、伊勢長島藩に仕えた。大阪生まれ。生は十字、なお、郷の地に、玉まもの、字は、末長の地に仕うとした。郷は梅の他に帰り見て、新武県天根輪郭、通称藩蔵と称した。十字灰、筆字三山,山水図十字灰。 筆関村山水図、伊藤東外の子、東書に計画を学び、大谷久氏より、超東西から処方を受ける。池大河や、木村県阿指道、皆川県と親しく交流し、画法を大河から受けた。また和歌を小沢露安から学び、上田明成とは、同門の間柄である。文献上の書見は、安永四年版、何和共有録で、十歌と書歌の項目に記載ある。 ただし、画家の部には、名前がなく、十家や書家としての名声が先行した。天命四年頃、超党祭の紹介を得て、伊勢長島藩主、松山節祭に招かれ、藩主となる。廃れていた藩公商交官を再興し、松ヶ島に文霊館と戦士病を混流を建議して受け入れられ、学長となった。完成2年。 数ヶ月の暇を得て、長崎に留学する。二月、新の画人、ヒセコやコウ田氏しはじめに会い、消し縁画伝などについて質問する。また、チ守る山に処方を受ける。キロに、近畿に遊び、千秋佐野の豪商職や青穂に招かれ文画に吹ける。うちに、規範の予定が過ぎてしまう。主観をやめるために恋であった。罰を受けて、 平門秩序のみとなったが、杭イの氏が犯罪性に有志している有力者であったため、梅を借り受けたいという要望が通った。梅は秩序が解かれ、杭イの氏の下で書画や法上などを臨もして過ごす。ただ、秩序を裏付ける資料は不詳である。完成10年4月8日、松ヶ島堤防が決壊しており、その後の金子調達の問題で、職位へと懇意な梅。 を重視したと考えれば、物頭かく昇進はこの頃で、実況も同じ時期だとも想定される。完成7年、名古屋大須で催されたよもぎエ書画会に参加している。完成12年、52歳の時ようやく致死することが許され、大阪に帰ることができた。ただし、致死後も子孫は長島藩に仕えており、家中にしこりは残らなかったと考えられる。晩年は、 諸賀会や戦茶会に参加している。今日は元年、大田南保と自らの居宅新武県で月見をして交流している。この頃、南保は梅の随走録、清梅録を写し取っている。今日は4年1月23日、没。今年年56、大阪市天皇塾寺,寺町の少年寺に葬られる。法名は、和慶院兼、大梅古寺。南保はその死を痛み。 以賀に来詞を添えた。明治23年に初の本格的、電気、十字媒、先生伝が出版されるが、その翌年吉吉らが、菩提寺の少年寺に懸賞費を混流している。梅は酒を好み、細かいことにはこだわらない、来楽な性質だった。時に、世人は梅、お経とみなすこともあった。判主として招かれるまでに説がある。いずれにしても、 開逆の精神と多芸を持った巨人であった。ありがとうございます。